皆さん、ユハバンはユハイチャンネルファイです。ということで、今回なんですけども、またまたね、デュエプルの新カード情報が出ていましたので、皆さんと見ていきたいと思います。さあ、風邪から復帰してきたんですが、声どうですかね？まだね、ちょっとね、鼻声で聞き取りづらいと思うんですけど、昨日よりはね、だいぶ良くなったんですよね。ちなみに、昨日の挨拶はこれですね。もう皆さん、ユハ版はユハイチャンネルのユハイです。はい、ってことでね、昨日はね、本当に喉が死んでて、熱も出てて、関節痛もね、してたんで、結構ね、ガチめに体調崩してたんですけど、今日はね、もうすこぶる元気なんでね、ちょっとね、聞き取りづらいかもしれないんですが、いやもう初見さんとかね、もう初めて見たら、なんだこの、ダミ声のボロ雑巾みたいな声はって思うと思うんですが、まあ、いつもはね、もうちょっとイケボなんで、はい、多分ね、明日には完治するかなって思うんでね、今日はね、ちょっと最後まで聞き取りづらいんですがね、お付き合いいただけたらなと思います。さあ、まずね、今日の一発目のカード、マントラのイザナイカリーナということで、まずね、新能力の降臨ですね。降臨とは自分のターン終了時にタップ状態だと能力がね発動するということで、このカリーナは降臨で山札の上6枚からコスト6以下のオラクルをね出すことができますよと、まあ、紙と比べるとマナがね4マナから3マナに軽くなってね強化されていて、まあ、能力はね探索になってしまってるので少しね弱体化を受けてるんですが、まあ、オラクルデッキの核になりそうなかなりいいカードですよね。3マナでコスト6以下のオラクルであれば、まあ、どんなクリーチャーでもね探索が濁らなければ呼び出せるということはかなりね汎用性が高いと思いますし、もちろんね自分自身を呼んでくることも可能なのでかなりね使い勝手がいいのかなと。昨日発表されていたゾロスター、これをね呼んできてもいいですし、今後ねコスト6以下のオラクルはどんどんね追加されてくると思うので、コスト6以下のねオラクルが追加されるたびに強化されるねいいカードなんじゃないかなと思います。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。純血の信者、パーフェクトリリーということで、能力なんですけど、相手クリーチャー1体をタップできるね、アタックトリガーと、自身のね、パワーが0より大きい限り除去されないよっていうね、置換効果を持っているんですが、まあ、わかりやすく言うとね、能力がブロッカーからアタックトリガーに変化したパーフェクトマドンナだと思ってもらえるのが、まあ一番ね、わかりやすいのかなと。破壊されずにね、アタックすることができるんで、まあこのね、ゾロスターというカードの生贄の対象としてはね、かなり優秀なのかなと。まああと既存のデュエプレのカードだと、アリバイトリックとか、あとね、懇談で追加されるかわからないんですけど、エピソード3のカードで、マントラストローガノフみたいなカードがいたんだよね、確か。そのカードがオラクルをね、スレイヤーにする能力なんで、このパーフェクトリリーと組み合わせることでね、結構うざいことができるんじゃないかなって思いますね。まあ、オラクルデッキで必須級のカードとはならないと思うんですが、まあ、構築次第でもね、かなり輝くカードなんじゃないかなと思います。ということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。害悪のカルマ、スターバックということで、これね、紙と比べると、もう別人になってますね。だいぶ能力がね、変更されていまして、まず7マナから6マナに変更されていて、誰もね、自身のマナゾーンにある呪文をね、アンタップできないという能力から、無色以外の呪文のコストをね、2倍にするっていう能力に変更されていましたよと。まあ、デュエプレにね、ガイアッシュクロウラーだっけ？そういうカードが6マナでいたんですけど、まあ、そいつの、まあ、若干上位互換みたいな立ち位置なのかなって思うんですけど、まあ、一応ね、今回の段からね、スタートダッシュ系が、まあ、実装されるということで、水のね、スタートダッシュで、マイパッドっていうカードがいるんですけど、マイパッドから、レスキュースペースっていうね、エピソード2のカードがあるんですけど、そのカードがデュエプレに実装されたら、マイパッド、レスキュースペース、で、スタバックっていうね、最速で4ターンでね、こいつを出すことができるんで、もう流星ホールにもね、間に合うんで、結構強いかなって思ったんですけど、デュエプレにはね、今のところ、レスキュースペース実装されていないので、まあ、1段遅れてワンチャン20段環境で実装してあげれば、結構ね、このスタバック強いかなって思うんですけど、まあ、天文をね、12マナにしたり、流星ホールをね、10マナにできる能力はかなりね、強力かなとは思うんですけど、やっぱり踏み倒しとかね、コスト軽減がないと自分自身も6マナとね若干重いので、
まあコスト軽減だったりね、踏み倒しで使いたいところではあるんですけども、まあね、追加カード次第ではあると思うんですが、今のところねちょっと使いづらいカードなのかなと思います。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。新世紀オルタナティブということで、もうね喉が限界になってきたんですが、チップで相手のクリーチャーを1体選択して、バトルゾーンに自分のイザナイゾロスターがいるなら、選んだクリーチャーを破壊していなければターンの終わりまで選んだクリーチャーをマイナス6000させるっていうね能力なんですけど、まあ基本的にゾロスターからね呼び出すことが多いと思うんですよ。このオルタナティブも無色なんで、まあ、ゾロスターから踏み倒すことができるんで、まあほぼ確定除去として能力は使えそうですよね。まあ仮に条件を満たしてなくてもマイナス6000なんで、まあ結構優秀ですし、腐ることは少ないのかなと。まあ4枚とかね、そんな枚数は採用されないと思うんですけど、1枚や2枚ね除去札枠として入れてあげてもね十分仕事をするのかなと。まあこのカードはね無色なんで、文明にね縛られないっていう点でねかなり強いので、まあ、除去がね少ない光だったり水中心のねデッキとかに入れてあげてもかなりね強いんじゃないかなと思います。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ9時の目玉カード見ていきましょう。風魔のマントラストロガノフということで、やはり来ましたね9時の目玉カードは。まあ、今回の SR ではなかったんですが、このカードねめちゃくちゃオラクルデッキには必須なんじゃないかなって思ってて、自分のオラクルすべてにスレイヤーと破壊されるときに自分のオラクルをね墓地に置く代わりにハンドに戻ってくるっていうね能力を付与するんですよ。これね本当に理にかなってて、まあ、降臨の弱点は殴り返しに合うことなんですけど、まあ、スレイヤーをね付与することによって、まあ、相手がね殴り返しはトンカチをねしづらくなる、プラスドロスターとかアシッドがね破壊された時にハンドに戻ってくるようになるんですよ。なんで何回もまあ再利用できるんで、本当にね理にかなった能力なのかなと。先ほどね紹介したマントラのイザナイカリーナ、これでね早期に出すことができますし、あとはコットンとか各種ブロッカー持ちのオラクルとね相性が良くて、まあ、スレイヤーがついててブロッカーで破壊されたらねハンドに戻ってくるんで、めちゃくちゃね相手にとっては鬱陶しいクリーチャーになるんで、まあ今後ねオラクルデッキではまあ絶対ね採用されてくるカードなんじゃないかなと思います。まあ今日はねこれで新カード以上だと思いますんで、またね新カードが紹介され次第動画にねしていきたいと思いますんで、よろしければね最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでまたね明日の動画でお会いしましょう。さよなら。